大家好，欢迎收睇 Gameplay HK， 有阿俊继续玩 Final Fantasy 嘅普罗恩普特篇吓。咁我哋而家咧，喂，哇，吓死我！咪住 R1， 仲要玩 QTE 添，吓死啊 ！Target 发现，排除せよ。行啦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 ！喂，有人有人有人 ！Target 发现，排除。等等先。在这边我们炸了这个先。哇，那边都有火箭炮啊，喂。你死啊你。炸死你先。OK,OK。跟着这边有狙击兵。炸这个位置。怎么得不得？不得喎。呢度有能量槽，呢边咧睇下呢边咩嚟嘅先。正义射手，正义射手，等等等等等等，我哋攞到啦！你死啊你哋！换枪，搞掂一件。呢度好似仲有只嘅喎，喺边咧 ？OK， 系咪清晒啦已经？好，清晒清晒，走得走得。呢支咧，呢支咩嚟噶？低音号，换呢、這个。咦，咪住呢边行得几有啲咩咧？睇下啲咩可以攞下。闪光弹流明，哇！呢度有补给有补给，咩嚟噶？高级万灵药。咦，好似冇事咯。咁可以上嚟啦，上嚟啦。呢边诶，火箭炮啱晒。咦，又有人过嚟？佢哋喺边啊？嘣！哇哇哇哇！你啊你啊你啊！呢度，哇正啊！重装兵啊嘛！等先，呢个位啱啦，炸多只，炸多只。再攞补给先。诶、欸、诶，呢度呢边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 ，换炮，应该系呢个位中。耶、yeah ！冇啦嘛，够胆你就再嚟。咦、欸，唔系喎，真系有、啊。有几多只啊？三只、四只。哇！但系佢哋唔死，唔死嚟多嘢。搞掂，再攞炮先，再攞炮先。佢哋去咗边啦？佢哋应该喺呢边过嚟，喺呢边过嚟。咁我哋去追佢先。死啊你！哇，会唔会炸到我噶？冇事冇事，送俾你嘅。咦，再一发，再一发，出去先。前面咧就有呢度有一只喺边个位咧？睇佢唔到呢个位，哦，中啊！换炮换炮，重装兵啊嘛，炸你脚底！跟住下面我见到好似仲有喺边咧？见佢唔到咧？佢呢一度啊？嚟啊！哎，唔得唔得，啱啱嗰下揿唔到，死啊你！哇哇哇！打我啊！嗱，佢个追击兵，你同我埋身打。危なかった。咦，搞掂，死晒咯！我可唔可以再去攞翻嗰支咁样嘅火箭炮？好好用啊，真系。过嚟先，火箭炮喺呢边嘅，攞完之后我哋再行下。而家我哋嘅任务咧就系揾翻个出口，攞埋呢个行得，同埋咧要回一回个 ST 啊。OK， 落咗嚟。
咦，唔系呢边，我哋要上翻去。上去嘅话，应该系呢个位置。哇，好刺激啊！头先咁样攞火箭炮炸，黐线。惊把曲啦，开到门噶你。嗱，我都话噶啦，即刻就开得啦。但系咁渣嘅，咁低科技用把曲嘅，用晶片安全啲。嗱，睇嚟普罗恩普特咧就好唔想承认自己原本系帝国军嘅人嚟嘅。喂，到啊到啊到啊！一样样噶，好咧。我哋系咪应该解放呢班人啊？炸咗佢啊！等下先，呢度有张纸，有张纸，我哋睇咗佢先。废弃报告：755年7月25日，今日喺史骸兵器实验之中使用嘅编号咧系326至348，实验体已经作废。另外，由于实验体有试骸化可能性咧，所以全部都采取销毁处理啊！咁多人惊，再望下呢度，系咪全部都一样样？好似唔系，有唔同样噶，可能有几个唔同嘅样本嘅，其中有啲咧就同阿普罗恩普特一模一样样都唔定。誰かいる。点解我见到啲样本慢慢消失嘅？我哋慢慢褪过嚟啊，夹住佢哋，有冇啲咩唔妥嘅表现先？近啲，近啲，近啲，近啲！系顶咗喺度啊！ねえ、盗まれた子供のこと。覚えてる？佢知我哋喺度。ルシスに奪われた血盤か。そう。あったら面白いんじゃないかなと思ってさ、連れてきちゃった。インソムニアを壊滅させた俺、まだだったよね。君も知りたいでしょ。自分の正体をさ、感動の再会だね。父子。父と。この。あ、ありえねえ。ありえねえ。嗱，原本父子重逢咧就应该好感人嘅，但系而家咁嘅情况之下咧，真系唔知该讲咩好。吓、啊？こんなとこが本当の家。父親。ME756 年4月8日記録。究極の魔導兵器であるシガイアーマーの開発に成功した。開発名はダイヤウェポン。まだ自我のコントロールは不安定で、一度起動すれば破壊と殺戮を繰り返し停止することはない。だが破壊力はこれまでの兵器の比ではない。たとえあの難攻不落のインソムニアであろうとも、いともたやすく陥落させることができるだろう。これで成績が手に入る。あの成績が研究できるかと思うと、一月後の調印式が待ち遠しい。あの時の襲撃って、こいつのせいでインソムニアが、みんなの大切なものが破壊されたってこと。唉，你话点啊？嗱，原本咧，普罗恩普特佢就系、是。在路希斯长大，其实他又当了自己是路希斯人的了。现在呢就整啲咁嘅嘢出嚟，就话其实他是帝国军的人啦。仲有就是呢，仲有就是呢，原来呢度嘅所长是他老豆。哎，我哋睇埋呢一份文件先。尸骸机甲研究报告，756年4月8日。
先前业已于我第一摩道兵生产基地着手研究的试鞋机甲钻石巨兽的开发作业已经完成了，所以就特此报告。以为没什么特别做，那就报告了，只有张照片而已。哎，好了，我们休息了， save 了先。开门，父子重逢了。どうした？死骸化する姿が珍しいか。哎呀，ルシスにさえ盗まれねばこうなれたのだ。何を？ユピン、お前はこのバーサタイルベスティアの遺伝子から生み出された幾百万のこの一つ魔導兵になるはずであった。そんな、俺が？征服者やん。ニフルハイムに生まれし者はニフルハイムに帰るべき。違う！俺はルシスの。没错。人間だ！魔導兵なんかじゃない！魔導兵になれなかった、出来損ない。せめて我が一部とし究極の存在にしてやろう。流止血喔。やめろ！打爆佢。なんと心地いい。你只妖怪。間もなく私は思考の存在となり、ルシスの王六神すらも凌駕する力を得るのだ。發夢啦你！歐一開槍射爆佢。啊、真的这样就挂了？天灵流啊，我还拿了火箭炮来的、啊、要是都吃多两发先啦。哎，不怕，火箭炮可以留来炸这个装置啊。啊，殺しちゃった。人殺し？あ、父殺し？違う。これで仲間も親も全部なくしちゃったわけだ。違う違う違う。点解啲士兵瞓咗喺度咧？生体反応低下、プラスモディウム活動指数上昇、死骸化完了。これよりコード XDA1002 インモルタリゼの移行を開始します。唔系啊，佢挂咗就会尸骸化应该。喂，诶，こんなところにいたのか。龙骑女，阿拉尼亚，話は後、逃げるよ。こんなヤバい兵器がまだあるとはね。何があったか知らないけど、今は脱出が先。行くよ。好啦，我听你话啦。ここで死にたいのかい？唔系。私は生きようとしない人間は助けない。走啦，我哋跟个大姐姐走啦。ターゲット発見、確保、回収せよ。喂喂喂喂喂喂，好多妖怪。ターゲット発見、確保、走啦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 。跟住佢走先，唔好同啲妖怪纠缠啦。你仲可以坐车喎、啊。基地嘅大门即将关闭，要喺大门关闭前逃出基地。当右上方嘅数字倒数到零嘅时候咧，大门就会关闭，游戏都会宣告结束。哇，走啊，唔打啦！走啊！落啊！咦，我唔系咁远啊！走走走走走走走。咦，唔系喎，有两分几钟时间喎。そこで合流。咁嚟啦！阿拉尼亚，後から追いかける。でも。さあ行きな。喂，点可以咁噶？
喂，我揸车你揽住我咪得咯，一样啫。哦，咁我哋唯有揸车走啦。但系点控制呢部车 ？R 2加速 ，L 2减速，正方同 R 1就攻击。好啦 ，L 1就切换视角。仲有跳跃嘅，点跳啊？喂，点跳啊？交叉就系跳跃。喂，好白，睇唔清楚，我哋而家要去边？呢边系咪？诶，呢度有路嘅。哇，好多好多帝国兵啊！喂，正方形系攻击，点攻击啊？我有揿过啊，但系攻击唔到，就系掹枪啫吓。算啦，唔好啦，唔好理啦。哇，救命啊！可能未系时候攻击嘅，咁我哋咧就去住个目的地先。仲有几百米，哇！前面有飞空艇喎、啊，哇！救命救命！而家我哋嘅主武器系机关枪，到啦！哇哇，撞到啊撞到啊！其实我有掹个枪出嚟，不过唔知道要点做啫。飞啊！掂。点跳啊？哎，原来禁制系成部车咧飞起咁跳啊！睇唔睇到啊？可能有用嘅。仲有啲咩就可以试呢？其实 R 1系咪要禁住噶？弹死你！咦 ，L 2都有制可以禁，但系唔知道有咩用啊？撞到士鞋兵嘅话，好似都唔扣血，应该系。哇，好刺激啊！呢个咁样玩法，其实咧，我觉得今次呢个 DLC 就几开心嘅，因为个玩法咧同正传就争好远，好似感受紧另一只唔同嘅游戏咁嘅样。哇！嗱，好啦吓，唔好再炸啦吓。咦，系咪做到啦？哦，有冇断骨啊？吓，啲平骨有冇断咁几条啊？唔会晕咗系嘛？咁辛苦出嚟，你晕咗？哦，唔系，而家系思想好混乱，见静咗咧就喺度休息一下先，整理一下个思绪。点解？点解我会系帝国嘅人？明明我就喺路希斯度长大。多谢。唔好谂咁多啦，我哋继续走啊！仲要同阿龙骑女汇合噶，望住座山，唔通我哋要去嗰个地方？任务完成，被监禁嘅普罗恩普特迷惘，前往同艾拉尼亚汇合嘅地点。但系沿途就唔系好觉有咩特别嘢。咦，唔系，有魔兽、啊，不过唔好理佢啦，佢追唔到我哋哇！如果唔骑陆行鸟，骑呢啲嘅电单车都几开心下，因为咧，我哋平时净系得嗰部飞天车揸嘅啫，就冇呢啲咁正嘅玩法，同埋自由好多啊嘛！咁样揸车喺营地休息，咁啊落车先。哎，过嚟过嚟啦，可以休息一下啦，终于可以露营啦。但系有冇嘢食啊？我想问，好肚饿喎，应该好耐冇食嘢噶咯。イグニスの料理、うまかったな。咁啊系，起码唔使食罐头先啦，系咪啊？
而家好先进嘅激光可以移除噶。其实，喂，你做乜嘢啊？唔好啊，好痛噶喂！拉落去啦！咦？点做咧？呢种嘢，我哋系唔怕噶。好痛啊！我系咪应该拣唔好落手先啱啊？天哪个？点会啊？你辣窿咗啲皮肤咯？何度咩的？そんなこと。话咩嘅？第几次你讲到好似有自残倾向咁嘅喂？プロンプトだっけ？即系好快，好似冇嘢发生过咁。何神奇臭い顔してんの？テネブライで王子たちに会ったよ。あんたのことすごい心配してた。我而家冇面见佢哋。王子のとこに帰りなよ。ニフルハイムの出身でみんなにそのこと隠しててでもそれだけじゃない俺はあのバーサタイルが作ったノクトたちの大事なものを奪う側の人間だったんだもうみんなに合わせる顔なんてない。其实系咪惊自己变成屎鞋啊？一緒に旅してたくせに、王子がどんな人間か分かってないんだね。私やその部下は元は敵、殺し合ってた人間だよ。そんな私らに頭下げて、あんたのこと頼むってさ。いい仲間じゃないか。诶，有选项喎，点咧？大家都冇事，咩都唔问，佢应该点咧？我觉得而家最紧要嘅就系担心咗我哋嘅好友先。みんな無事？まあなんとかね。いろいろあったんだろうけど、自分の責任を果たしにテートに向かったよ。あんたは一緒に行かなくていいの？え、又有回答。梗系问落去啦，点会唔问噶？大家话系咪啊？俺のこと、なんか言ってた？特には言ってなかったね。でも。あんたが死んだかもしれないって王子が不安そうだったから喝入れてやったよそっか嫌われたわけじゃないのかなこいつは点会討厌你啊仲間と旅を続けたいなら自分でちゃんと言いなよ做朋友系唔需要讲资格噶。でも、俺がいたら、みんなに迷惑かけるかもしれない。
もしみんなにとって迷惑だったら。さっきから聞いてりゃうじうじと。だったらどうする。人からどう思われるかが怖い。自分がどうしたいかわからない。そんなの死んでるのと同じだね。誰に何を言われようが関係ない。自分が信じるものくらい自分で決めな。龙骑女好靓，我觉得俾佢推到咧好幸福啊！明日私は新型を倒しに行く。あとは勝手にさせてもらうよ。喂，休息下先啦，唔好咁快又赶路啊！唉，冇鬼用。酬账完未咧？诶，任务完成啦，迷惘。过去与诀别，前往传出叫声的地方。嗱，咁我哋今集咧，暂时就嚟到呢度啦。瞓咗一晚觉之后，阿普罗恩普特嘅心情会唔会又好翻啲咧？我发觉我玩完今集之后咧，突然间爱上咗龙骑女啊，真系好鬼靓啊！咁我哋下集再见啦，多谢各位收睇，拜拜。